あ、伊勢丹じゃん、伊勢丹入ってんじゃん。京都駅どうすー、ちゃいますか、森山さん。やめて。え、いや、恥ずかしいから。はい、京都タワーありますね。あ、何メートルなんだろうね。絶対東京タワーの方が高いよね。まあ、別に高さ比べしてるわけじゃないんだよ。俺がいいと思ったのはさ、あれがさ、なんかオレンジ色になってんじゃん。あれさ、オレンジにしたっていうのがさ、いいと思う。ということで、今日は旅行2日目、京都に来ておりますね。観光楽しんでから東京に帰りたいと思います。すごい、完全自殺ができないようになってますね。そうですね、完全自殺防止。本能寺に参ったぞ。これ本能寺って言ったら信長なんだけど、僕はね、地元の岐阜も、まあ、岐阜と言ったら信長って言っても過言ではないよね。いや、あ、そうですね。岐阜と言ったら信長と言っても過言ではないぐらい、岐阜も信長と精通している。なぜならば、岐阜という名前をつけたのは織田信長だから。本能寺だね。これ本能寺、これ、あ、これ本能寺じゃないの、これこれガチモン本能寺でしょ。抹茶ビールからのモンスター。抹茶っぽくね、色的には、色的にからのお茶、普通無料のお茶が普通にうまいっていう。ザ・ビールにしてザ・抹茶。抹茶を加えたことによって刺激が走るんじゃないかと思ったが、何と一緒に食えばビールの上になるんだろう。焼肉と一緒に飲んだらいいらしいよ。さあ、おいしい、チャレンジしますか。そうしよう、チャレンジしますか。チャレンジしますか。そう、話が噛み合ってない。あそこだ、あそこ、あの駐車場に高校3年生の時かな、高1の時はあの高山、飛騨高山行って、世界遺産ね。で、高2の時は修学旅行長崎行って、で、高3の時にまた遠足だから、高校生だけど、まあ、2年ぐらい前なのかな、来てそこに止めて、ここから歩いたんですね、今年ね。さあ来ました、清水寺入り口でございます。あ、ここで撮ったね。ここじゃない、この階段じゃない、もはや、ね、ここで高校生の来た時にここで集合写真撮る場所がここだったんですよ。でね、あのわざわざ通行人の人もこうどいてくれてみたいな、めっちゃ迷惑だったかなっていう感じだけど、すいません、写真撮ってもらっていいですか。あ、写真撮ってもらっていいですか。すいません、写真撮ってもらっていいですかって誰かに言うの。じゃあ英語でなんて言うの、え、写真撮ってもらっていいですか。Could you take a picture? Thank you very much. Thank you. なんていう、うん、優しい。さすが名大生、一味違うね。シャラップ、シャラップって聞こえなかった今。子供が今シャラップって言ってたよね。チケッツ、清水寺、松風や音羽の先の清水を結ぶ心は過ごしカールだ。ドッキリやる、ドッキリお前やれよ。俺の携帯、俺の携帯やりたくない。建造でやれよ、建造でやれよ。浴衣美人、一日に何回ぐらいやってるんですか俺。そうじゃ、もう最、もう最初と最後だけです。なんかあの煙吸うとか吸わないとかは別にそこまでないらしい。そうなの。うん、なんか、うん、言ってたの人が。あそこからね、盗撮してるよ。屋根かよ、屋根盗撮してどうすんの。あー、景色がいいぞ、ここが一番人気スポットらしいです、外国人観光客曰く。しかもあそこに見えるかな、京都タワーが見えるっていうね。はい、伏見稲荷に来ました。こっちからね、歩いてきてこの大きい鳥居をくぐると、ね、外国人観光客から選ばれるなんか人気観光スポット第1位らしいです。絶対これはなんかのアニメの聖地でしょ。なんかこれ思ったんだけどさ、稲荷コンコン濃い色原稲荷船、絶対それの聖地でしょこれ。天文鳥、これ間はちゃんと開いてんだねこれ全部。あ、でも間がさくっついてるとこもあるんだけど、やっぱちょっとこの時間に来るとなんかパワーもらえそうな感じするやん、うん、さあ抜けたぞ。さあ1000本通ったのかこれは。下がってた。わばばばばばばびっくりしたびっくりした。伝送だ。伝送、明大レベルの雑学を出してきたか。港区六本木。あ、テレビ朝日じゃん。こりゃでかいわ。レベル違うもん。テレ朝のほら。これや。ということで、鍵は新幹線で、ね、チャッと帰ってね。チャッと。お願いします。以上、ヒロチャンネルでした。バイバイ。
ユニバーサルスタジオジャパン最大のアトラクションに来ております。これどこら辺だ？入り口ちょっと入って回ったとこかな。このアトラクションは待ち時間0分。超人気ですね。誰しも行くで。